はい、こんにちは。寄り道しながら2012年センター英語。前回はですね、31番だけちょっと残して終わってしまったので、31番のところだけ解説した後、第3問の C についてもう一個解説していきたいと思います。はい、じゃあ、ひろしくんのところから行ってみましょうか。はい。You must be talking about the effect on very young children.But I was thinking about children who are little bit older, like 4, 5, or 6 years old. When I was that age, I often watched action hero stories. In such stories, the hero eventually defeats the bad character in the end. Although TV hero stories are far from reality,The kind of program demonstrates the difference between things you should and you should not do. In real life situations, we don't always have opportunities to learn this. Watching TV programs can be one way to learn right from wrong. で、ミキさんが、Okay, you seem to be というわけで、ヒロシ君はですね、ちっちゃい頃に、ヒーローものの、テレビを、見ていましたと。で、最終的にはそういうヒーローっていうのは、悪いキャラをやっつけて、こう正義をこう示していくっていう感じで、していいこととしていい悪しちゃいかんっていうことをこう区別するためにっていう、そういう区別するための機会学ぶ機会っていうのをそういうテレビを与えてくれてるんだよっていうのがひろしくんの意見だったわけですね。とすると Watching television テレビを見ることに対しての意見っていうのはプラスかマイナスかって言ったらもちろんプラスですよね。そういう上で選択肢を見ていくと1番と2番と3番と4番見てみると何から始まっているかっていうと1番2番が against 3番4番が for って書いてありますね。その後ろしかも watching television って4つとも始まってるわけです。じゃあこの against と for って何かっていうと覚えている人ならすぐにパッと分かると思うんですけど against っていうのは反対するっていう感じかな。For っていうのは賛成するということになります。で、プラスの意見かマイナスの意見かっていう話をしてて、プラスの意見やったわけですよね。っていうことは、ひろし君は against なのか for なのかって言ったら、もちろん for なわけですよね。ウォッチングテレビジョンに対して。だからこれだけで1番と2番の Against Watching Television で始まっている選択肢っていうのは速攻で消せるわけですね。じゃあ3番と4番で吟味していけばいいですね。3番 For watching television because it can teach valuable lessons in life 人生においてすごい価値のあるレッスン、教訓を教えてくれるからだと。4番 For watching television because programs are the same as realityだから、何ですか番組っていうのはテレビ番組っていうのは現実と全く同じものやからやって言ってるわけですね。4番ってちょっと言い過ぎじゃないですかね。確かにヒーローが、テレビの中で悪キャラをやっつけて正義っていうものを示してそういう機会を学ぶ機会っていうのを与えてくれるっていうのはそうなんでしょうけどあまりにもね現実と同じですっていうのはちょっと言い過ぎですよね。っていうと3番の方がもっとしっくりくると思います。するべきこと、すべきではないことっていうのを学ぶ機会を与えてくれるっていうのがテレビなんだって言ってるっていうのは何が言い換えてあるかっていうとそれが人生においてすごい価値のある教訓なんだそれをことを教えてくれるからだっていう3番の、論述がもっとしっくりくるということで3番が正解となっていきます。はい、第3問 B は、ちょっとね要約力がすごく大事なのでなかなか難しい国語苦手っていう人はなかなか難しいかもしれないですけどまとめるように頑張ってみてください。
はい、じゃあ第3問 C 行ってみましょう。苦手な人がもうちょっと多いかと思います。多分なかなか難しいんですよね。なんかどれも入りそうな感じで言っていくわけですけれども、基本的に解くコツっていうのは前とはちょっと、まあ、この辺とか変わるんですけど大体同じです。で、選択肢は直前、例えばこの四角のね32番とか出てくるところの直前で読みましょう。なんでかっていうとね、その解く前にね読むとね、まず何やったか忘れるし、それ忘れて時間がもったいない、うん、からちゃんと、直前で確認をする。選択肢はで、もちろん前後関係でどれがベストかなっていうのを考えていくわけです。はい、じゃあ、それからごめんなさい、こちらですね、長文の構成っていうのがあるんです。大体の長文の構成っていうのはこういう感じになってます。第一段落導入文って言われるやつなんですけど、まあなんかあるトピックがあって、で僕はそのトピックについて、まあ、こう思うんですと、なんか意見があるわけですよ。で、まあ、周りの人がそんな本当かよっていう感じになっていくわけですよね。証拠がないですからね、まだ。で、まあ、じゃあ今からじゃあ本当であることを証明しますっていうことで、理由1とか例とか、なんでそう思うかっていう理由とか、本当にそうなんだよ、なんでかっていうとこういう例があったからだっていう感じの文章というか例とか例とか理由の羅列がこう続くわけですね。で最終的に結論ですね。でだから本当でしょ、こういう以上の理由で本当っていうわけですよ、っていう並びになってるんですよね、実は。でこれを見ると、これを見るとっていうか、まあ、こういう感じで並んでいるので大体の構成はこうなってるわけです。だからこういうこの構成をちょっと意識して読んでいただくのもなかなかいいかなと思います。はい、じゃあ早速読んでいきたいと思いますね。Do you like eating mixed nuts while watching TV and movies at home? Since both almonds and peanuts can be found in the mixed nuts sold at grocery stores in Japan, you might assume that they are similar types of food. Indeed? 32番。で、period。で、for instance, they are both nutritious as sources of minerals and vitamins. って言ってるわけですね。だから、32番の後ろは indeed、 前が indeed、 後ろが例えば for instance they are both nutritious as sources of minerals and vitamins。 だからどっちも栄養のあるというか、そのミネラルとかバイタミンズ、ビタミンですね、の栄養源を豊富に含んでいる食物だよということですね。はい、ではここで選択肢を見ていきます。はい、32番、1番。It may be difficult to find some similarities between them. 確かに、indeed って確かにって訳すんですけど、確かに、まあ、それらの間の共通点というか、似たような部分っていうのを見つけるのは難しいな。でも、後ろで for instance 例えばこういうところが似てますよね、ミネラルとかバイタミンとかすごく含んでるところってすごく似てますよねって言ってるんだから difficult 難しいなっていうのはおかしいです。で1番が buts。 2番、 Many consumers know about the differences between them。 多くの消費者たちっていうのは、まあ、その2つの、違いについてよく知っているよ。そんなこと言ってないですよね。すごい似てますよねっていう話だったじゃないですかね。というわけでこれも2番も×3番。 There is a wide variety in each packages of mixed nuts。 だからすごいいっぱいのなんていうのこうミックスナッツのパッケージがすごいいっぱいあるよって、別に梱包の話してないですよね。なんかね、こんな包装の話じゃないですよね。似てるとことか違いとかで、そういうこと喋ってたわけですよね。すると4番、 They share some interesting characteristic with each other。
というわけで、まあお互いが面白いというか、まあ、興味深い特徴っていうのをシェアしていますねっていうと後ろにつながりそうですよね。バイタミンとミネラルっていうのをすごく含んでいるんだ、両方含んでいるんだということで4番がしっくりくるわけですね。はい。で、まあその後どんどん進めていただいて第2段落に差し掛かりました。で、第2段落見ていただくと分かると思うんですけれども、何ですか、こう四角がないですよね、全く。で、四角がずっとないまま次の段落に行ってセカンドって言われたわけですよね。だから、もうこのここですよ、理由とか例とかの1番2番3番って全く別個の話になってるんですよね。で、例えばこの1段落目がこれやするわけです。で、この話もう終わったんですよね。で、セカンドって言われて2番目の理由に入ったわけですよ。だから1段落目と2段落目のお話っていうのは細かい部分で見ればちょっと違うわけですよね、全く。なので明らかにというかね、この2段落目読む必要はありません。はい。というわけで、3段落目から読んでみましょう。 Seconds, almonds and peanuts ほにゃ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 で、後ろに何か書いてあるわけですね。 Almonds came from the Middle East. Gradually, they spread to Northern Africa and Southern Europe along the shore of the Mediterranean and later to other parts of the world. Peanuts, however,were first grown in South America and later they were introduced to other parts of the world. というわけで、まあ、こう場所の話ですね。起源というか、こう場所の話ですね。というわけで、ちょっと、あ、どうしようかな。どうしようかな。まとめてみると、アーモンドがミドルイースト。そしてピーナッツがサウスアメリカの、ぐっちゃぐちゃやん、アメリカを起源と、よいしょ、しているなと。で、ここから、まあ、いろんなところに飛んでったねっていう話でした。で、じゃあ second、almonds and peanuts は何なのかっていう話ですね。で、これがまあ何ですか、起源の話を後ろでしてましたと。だからこう起源の話を今からするよっていうようなトピックセンテンスになるように文を作らないといけないわけです。そうすると1番 are produced in different countries today 違う国で今日は生産されていると、うん、生産元の話はしてないですね、起源の話だから。2番 are similar in that both are grown as crops だから、農産物として育てられているという点で in that なんですね、 in that、 これすごく大事、よいしょ、うん、あ、in that、 これで、という点でという意味があります。なので similar in that both are grown as crops ということで、農産物として育てられているという点で are similar、 似ていますじゃなくて、起源の話してたんですよね。農産物の話してないです。起源の話してたんです。はい、3番。Differ in terms of their place of origin。これ良さそうですよね。あ、in terms of もこれという点でっていう意味です。はい。だから起源がこうそれぞれ違うという点でっていう訳し方になりますね。起源の話してる、あ、これ良さそうだ。4番
originated in the same part of Africa。 だからアフリカの同じ部分のところで起源を持ってますじゃなくて、ね、アーモンドはミドルイーストで、ピーナッツはサウスアメリカでって言ってた。なのでバツと。そしてラスト4、ごめんなさい、34番結論ですね。 In conclusion, the products that we know as mixed nuts actually、 34番で最後、 Almonds and peanuts are plants which differ greatly despite their notable similarities ということで、まあ、結論としてミックスナッツっていうのは実はなんちゃらとして知られているっていうものですと。でアーモンドとピーナッツっていうのは、まあ、本当に全く違うんやけども注目すべき何ですか、共通点っていうのを持ってるっていう植物なんですっていう話でした。だからこの後ろに共通点を持ってますとか、あとちょっと違うんですとか、そういうような話をしている文を持ってこなきゃいけないわけです。で答えを先に言っちゃうと、これ1番の consists of foods with distinct characteristics ということで、様々な特徴を持っている、もしくは含んでいる食べ物なのだということで、この様々なっていう部分がこう違うところも持ってるし、同じところも持ってるしっていう言い換えになってるわけです。他の選択肢を見ていくと、2番 contains foods having several similar qualities ということで、これも真逆ですよね。この似てるところを説明して、似てるところだけを説明してるわけじゃないんですね。違うところももちろん説明している。3番includes different foods that may harm human health。 これね、1段落目でアレルギーがどうこうっていうふうなことを紹介しているんですよね。なんですけど、別にこれが長文のメインポイントじゃないですよね。アレルギーがどうこうで、人に害をなすっていう食べ物なんだっていう話じゃないです。というわけでこれも×。4番 offers good examples of plants defined as true nuts ということで、これも意味わかんないですね。もうなんかこれが本当のナッツなんだっていうふうに定義するため の、 プランツ植物としていい例であったと、いい例として紹介されているという感じで、もうこれもね全然違いますよね。というわけで1番は正解というわけになっていきます。はい、何回も言いますけど、この 3B もまあ言ってましたけど、細かい内容じゃなくて全体を把握する、筆者が何を言いたいのかな、ここの、段落ではどういうことがメインポイントになっているのかな、どういうことがテーマになっているのかなっていうのを、把握していただければなんとかたどり着けていくと思います。はい、じゃあ今日はここまでで終わりたいと思います。ありがとうございました。